吹奏楽の演奏とカラーガード演技をお楽しみください。指揮は隊長渡辺義久です。司会は私カラーガード隊三浦です。どうぞよろしくお願いします。令和6年ソニックシティポリスコンサートの1曲目にはアルセナールを選びました。この曲はベルギーのメヘレンという町にある鉄道工場吹奏楽団の創立50周年を記念して作曲されました。鉄道の町大宮で開催するコンサートの幕開けにはまさにうってつけの曲だと思います。次に演奏する曲はハスケルの暴れ小僧です。この曲は3台のスネアドラムと吹奏楽のために作られました。普段は目立ちにくい音楽隊最高列でリズムの要を担っておりますが、
本日は厚みの違う3台のスネアドラムを駆使し、最前列に踊り出て皆様にその暴れっぷりをたっぷりご覧いただきたいと思います。それでは音楽隊3人の暴れ小僧たち、よろしくお願いします。県警察本部生活安全総務課からのお知らせです。よろしくお願いします。こんにちは。ただいまご紹介にいただきました、生活安全総務課の安藤と申します。
今日はね、こんな素晴らしいコンサート晴天になり、とっても私も、嬉しく思っております。本日この場を借りてお話しさせていただきたいことはですね、3点あります。1つ目は、鍵に関すること、2つ目は詐欺に関すること、そして3点目は、痴漢ですね、痴漢に関すること。この3つを覚えて帰っていただければなと考えております。で、まず1つ目の、鍵に関することをお話しさせていただきます。本日ね、皆様こちらに来るにあたって、ご自宅鍵をかけてきたと思うんですが、中にはね、今のお話であれ鍵かけたかななんて不安に思う方もいるかと思うんですよね。そうなんです。これね、埼玉県警去年約5万件近くの、犯罪の被害に遭いましたよという届け出がなされております。その中で、なんと自転車泥棒が約4分の1を占めておりまして、そのうちの、ね、半分以上の約6割、約6割の数が自転車に鍵をかけてないということになります。皆さんお家の、ね、鍵をかけるっていうことだと不安になるんですけど、自転車になるとね、ちょっと忘れちゃうみたいなので、本日、鍵を配らせていただきました。まだ、鍵もらってないよという方がいらっしゃいましたら、あちらの方で鍵を配ってますので受け取って帰るようにしてください。また、自転車ね、鍵ついてないと、盗まれちゃうんだよっていうこと、よくね、ご家族の方に持ち帰っていただいて話していただけると助かります。次2点目いきます。次は詐欺のお話ですね。皆さん SNS、まあ、LINE とか Twitter、Instagram やってるかと思います。私も便利なんでやってるんですけどね、今このツールがですね、振り込め詐欺の犯人に使われております。ニュースなんかでもやってるんですが、有名人語ってですね、投資しませんかという話が、多数あるんですね。で、実際最初は儲かるんですけど、最終的には、何千万何百万っていうお金を取られてしまうということになっております。そのため今お話を聞いて少しでもちょっとあれと思う方がいらっしゃいましたら、まあ、時間があるときでも結構ですので、ご自宅の、最寄りの警察署の方に、ね、一度相談の方に行っていただければと思います。で、最後3点目のお話になります。こちら、痴漢の話ですね。私、県警本部の方でですね、痴漢の対策とさせていただいております。ちょっとね、痴漢について、ちょっと統計を取ってみたんですね、電車とかでね。そしたらですね、なんと4、5、6月が、非常に痴漢が多いんですね。私8月ね、皆さん薄着になるから痴漢が多くなるのかななんて思ってたら、4、5、6月だったんですね。そういうような状況なんですね。なんで今まさに痴漢真っ盛りの時期っていうことになっちゃうんですけど、なんでね、そういった卑劣な犯罪ですので、女性目指したね、なんで、そういったものをかけたときはですね、女性大変困ってますので、助けてあげてください。またね、そういったのを助け合える環境を皆さんで作っていきましょうっていうお話をさせていただいております。本日はね、素晴らしい演奏、まだまだ続きますので、これからも楽しみにお願いいたします。本日は大変ありがとうございました。で、最後にですね、一つだけ、私の方から家族の方に伝えてもらいたいメッセージが1個だけあります。痴漢抑止対策の一言です。いきますね。痴漢はいかん。ありがとうございました。埼玉県警察本部生活安全総務課からのお知らせでした。それでは演奏に戻りましょう。次に演奏する恵みの人は鈴木雅之さんがリードボーカルを務めるラッツ&スターの大人気曲です。1983年にリリースされた曲ですが、それから35年後の2018年、 SNS にこの曲が使われた動画が投稿されると、再び人気に火がつき、リバイバルヒットとなりました。目の決めポーズは皆さんにもおなじみだと思います。幅広い世代から愛される人気曲となった恵みの人、もしよろしければ目と決めポーズ付きでお楽しみください。
歌手の松任谷由実さんが作詞作曲したダンデライオン遅咲きのタンポポ、女優の原田知世さんへ提供した楽曲で、原田さんが主演を務めるミュージカル足長おじさんの主題歌として1983年7月にリリースされました。翌8月には松任谷さん自身が歌ったものが相次いでリリースされています。一昨年デビュー50周年を迎えた松任谷由実さんですが、1970年代、80年代、90年代、そして2020年代までの6つの年代で発表したアルバムが全てランキング首位を獲得するという前人未到の記録を打ち立てました。まさに幅広い世代から愛される日本を代表するアーティストの珠玉の名曲をお楽しみください。Thank you.
1983年4月15日にオープンした東京ディズニーランド。昨年開園40周年を迎えました。開園以来テーマパークは徐々に拡大され、今年の6月にはディズニーシーに新しいエリアが誕生します。またさまざまなキャラクターや多くの映画も発表されてきました。本日は古くから世界中で愛されているディズニーナンバーの数々をメドレーでお送りいたします。音楽隊員のソロ演奏も盛りだくさんです。そちらもぜひお楽しみください。
Instagram で演奏会情報、演奏活動の様子、隊員のオフショットなどを配信しています。プログラム裏側の二次元コードからぜひ登録してください。会場内にも二次元コードを設置しています。また現在埼玉県警察では警察事務職員を募集しています。5月8日まで申し込みを受け付けております。あちらに警察事務職員募集に関するブースを設置しておりますので、警察官の仕事に興味がある、警察官の縁の下の力持ちになりたいという方はブースまでお越しください。それでは最後にカラーガード隊の演技をご覧いただきましょう。曲は道しるべの先に聖者の行進です。2曲続けてお楽しみください。Thank you.
Thank you.
のプログラムを終了させていただきます。次回のソニックシティポリスコンサートは5月23日木曜日に開催いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。本日はご来場誠にありがとうございました。